だけど薬がなければ生きていけない。病院がなければ安全でいられない。これを病気だと言ってたらそれは違いますよということ。血圧を調整する力は外からかばわれればおのずと落ちていきます。インシュリンやのステロイドなど外部から入れれば自分で作る力を奪われていく、もしくは自分の体の中にありながら必要に応じて分泌する力がなくなっていくということなんです。となると弱い人間を作るためのものかって考えられるわけですね。これは本末転倒で、それを、数値が整って無病だということで、それを健康と言っている。だけど薬がなければ生きていけない。病院がなければ安全でいられない。そのようなものを健康とは言いません。暑かろうが寒かろうが、痛かろうが痒かろうが、その中にも健康というのがあるんですね。ぜひ皆さんにもですね、そういうなんていうか、健康の、ね、概念というのをね、少し考えていただけたらなと思うんです。悪いものを食べて吐きました、これ吐いてるからこれは異常だっつって、これを止めましょう、もしくはもう、ね、腐ったものを今食べたからもう下痢してるんですけど下痢止め入れましょう、これは何をしてるかって言ったら、体の中にある毒物を、ね、毒となる悪いものをですね、体の中に留めようとする作用ですから、もし医者がそういうことをやってたらその人の体を痛めつけてるのと同じですよね。悪いものがあったら吐くのが当然でしょう、体に合わないものがあったらまず吐き気が起こりますよね。またはもうそれが腸まで行ってしまったってなったら、一刻も早く体外に排出しようというのが自然だと思います。これを病気だと言ってたら、それは何の症状もないのが、ね、無病というね、 病状がないものを健康だっていうんだったらそれは違いますよということです。そう思うと今のさまざまな医療で健康だとか正常だと言ってる、その中には多くの、不健康がある、病気もないけどやる気もない、ね、そういう方が多いわけです。それが今はうつとかパニックとか、まあ、心疾患ですよね。精神的な方にも来てる、または吐くのを止め、下痢を止め、さまざまな症状を、生理的な作用を抑えることによって、それが積み重なって体の中にがんを作る、がんが増え続ける。原因があって結果があると思うんです。何事も突発的にできたりはしないんですね。そういう自然というものを見ずに本当の健康などはありえない。また体の、ね、本当の健康っていうのは、我々はその本当の健康を生体と言っています。整ってる体、整う体。